デイリーの食器の高さのあるやつを買いました。低いやつだと咳込んだりして食べづらそうなので高いやつを買いました。こんな感じ。結構高さある。あ、こっちだ。こうだ。かなり高いよ。そこにご飯を入れる。そこらこんな感じ。だらに可愛い。だから実質これぐらいの高さですね。10センチぐらい高くいい。はい、こんな感じです。餌をどうぞ。もういつもと差が違うと多く感じるのか。なんかささみふりかけをトッピング。はい、はい、で、どうぞ。いや、食べん。警戒してるのかしら。うん、警戒して 2、3 度匂い嗅いで食べない。メリー食べな。ご飯だよ。ほら、メリーいつものご飯だよ。食べてごらん。ほら。何あんた、いつものご飯でしょ。え、ポコンってない。はい、じゃあささみふりかけ。ご飯だよ。お食べ。お食べ。うん、警戒して食べるね。いや、そのうち食べるやろ、お腹。メリーお食べ。下に落として食べるなら一緒でしょ。わざわざ下に置いて食べるってどんな遊び。食べやすいだろうと思って買ってきたのに。ほんとや、なんか本ではね、高さがあると食べやすいよって書いてあったのに。メリーやばいや。どうですか、食べやすいですか。どんなんそれ。慣れてないだけかな。けどどうなんだろう、むせはしてないね。これからそれでいくでしょ。うん、けど一回一回下に持ってって下で食べとるって、なんていうか愛情がなかなか伝わらないやっちゃな。いやいやいや、メリー、なんで一回一回外に出すの。メリー、そのまま食べにくいの。
最後の方はお父さんと食っとるのがないからね。で、ごちそうさまですか。グーッと。美味しかったですか。どう？食べやすかった？